皆様おはようございます。本日は人事資格認定機構設立記念イベントこれから日本の人事が変わる新しい資格制度の風と題してこちらの会場と100名様限定の HRAI 概要の無料オンライン講座を行います。まず初めに本日のスケジュールを説明します。この後代表の花園冬目のご挨拶の後当機構の 主任講師、ロシェル・カップさんのスピーチ、松井義治理事、スピーチに続き、1月から始まるプログラムの紹介、そして現地にご参加いただいてます方々から質疑応答をいただき、画面の方々は10時半までのチャットを質問をいただき、そして今回のプログラムを終えて、感想と登記校理事でもあります。 安倍昭恵よりご挨拶をいただきますそして最後に先週届いたばかりですが米国シャーム SCP アレックス・アレンアロンゾ様からビデオメッセージをご紹介します楽しみにしてください本日司会を務めさせていただきます事務局長の山内ですよろしくお願いいたしますそれではプログラムに移ります開催に先立ち党機構の代表理事 花園の不みよりご挨拶いただきますどうぞよろしくお願いいたします今日はお忙しい中お集まりいただきまして、えー、ありがとうございます今日は本当に私は嬉しくてですねあのー、皆さんに シャ a r のプログラムがいかに素晴らしいか、そしてこれから日本,が日本の人事が s h a r ムのその素晴らしいプログラムを日本語化して学んでいただくことによって、どれだけ専門家が進むか、それから人事が専門,家専門的になり、経営の一端を担うことによって、日本企業がいかに元気になるかということについて、皆さんに直接メッセージをお届けできること、すごく嬉しく感じております。 ちょっとシャームと私とのですねこれまでの、あのーまあ、奇跡というか道のりをお話ししますと、えー、ちょうど2年前に、えー、私外資系のですね、えー、マネジメントの職をです実、ね、施しまして日本の人事を、えー、専門化したい活性化したい、えー、それによって日本の企業それから日本のプレゼンスを上げたいという、えー、思いからですね まあ本当に唐突にというか、えー、この活動を始めましたすごく初期の頃にシャームという世界的なそういった人事のプロフェッショナルの組織があるよということをある方から教えていただいてもう本当に直接シャームにですねあのもう頼もうっていう感じで <laughs> あの行きまして、えー、まあすごく幸運なことにシャームの CEO の方が非常にオープンマインドで、えー、そういった申し出を受け入れてくれていろんなお話をしながら えー、2年間あのお話を詰めてままいりました、えー、本当に日本の皆さんにシャームがいかに素晴らしいかそして日本に進出してくださるそして、えー、プログラムを日本語化してあの日本の皆さんにお届けするそして資格を付与するということが、うん、すごく世界的に見ても、えー、初めての試みで、えー、価値があるかということを本当に伝えたくてあの今日は、えー、熱く語ってしまうと思いますがよろしくお願いいたします。 SHARM、えー、はです、ね、全世界に31万人人事のプロフェッショナルの会員の方がいらっしゃいます。その方たちが SHARM、えー、の資格、えー、CP、それから SCP というです、ね、人事の専門資格があるんですけれどもそれに向かって、えー、一緒にお勉強したりですとかセミナーに出られて意見を交換されたり、えー、しています。 ただ日本の参加者は非常に少なくてそういった専門の資格を持っている方たちは日本では6人というふうに聞いていますそのうちの1人は今日も登壇いたします当機構の理事である松井でございますそういった現状であの日本はシャームの年次総会米国で,です、ね、年に1回あるんですけれども参加者も非常に少ない日本という大国でありながら20人ぐらいしか参加いたしません 昨日私、ラスベガスで招待を受けて参加いたしましたが、私の席の後ろにはです、ね、で100名単位で団体でアフリカの国から参加されて、熱心に人事のプロフェッショナル化、それからマネジメントについて、いろいろな手法ですとか、最新の情報を学びにやってきていらっしゃる、そういった状況になっております。 でそういったですね、あのーまあのま日本ではまだまだこれから、えー、活動していくというものになりますと、えー、そういった専門知識の、えー、本当の資格から導入すると、やはりハードルも高いです。今まで、えー、5人しか日本では、えー、合格者が出ないほど大変難しい試験でございますので、えー、それをですね英語で導入しても、日本ではなかなか根付かない。えー、そしてあのー、まあ 意義がなかなか見いだせないということで私の方ではシャームエッセンシャルズという人事の基礎を学べるプログラムをまずシャームの方に日本語化していただきまして日本に導入いたしますプログラムは来年の1月から毎月開催いたしますで日本語化ということなんですけれどももちろんオリジナルのプログラムは英語になっておりましてとても幸運なことにシャームから英語での 講義の資格日本での提供それから資格認定というものも当機構の方にいただきましたので英語と日本語プログラムを提供できます資格が提供できますでそういうことによってです、ね、例えばグローバル企業の人事の方すぐに外国の方たちと人事のことについてお話ししなければならない方であればバイリンガルプログラムも準備しておりますので 英語と日本語で人事の基礎をきちんと学んでいただける、そして終了、まあ、修了試験がございますが、試験に合格されると、えきちんとしたシャームのクレデンシャル資格え、15単位分になりますけれども、付与されるということになっております。えー、これは多分ですね、シャームをすでにご存知の方、えー、今までずっと人事に携わっている方は、 シャームの,その資格の価値ですとか教育の価値、すでにご存知だと思うんですが、これからぜひ、ね、そういった活動をしてまいりますので、皆さんも協力していただいて、応援していただいて、人事日本の人事をです、ね、かっこいい人事にしていき、そしてそれによって日本の企業がますます元気になって、ゆくゆくは日本のプレゼンスがもっともっと国際的に上がって、日本がリーダーシップを取っていけるように、そんな思いで活動しています。 この思いは私だけではなくて今回賛同してくださいましたあの理事になっていただいた昭恵さんをはじめとして松井さん、えー、秋山さん、えー、講師になっていただいている、えー、ロシェルさんそして事務局長、えー、全員がですね あの本当にその気持ちで一丸となっってて集まっていまいす私本当にあのこういうのをやりたいんですけどって言っただけで本当にあのそんなにお願いをしたりとか根回しをしたりとかする必要は全くなく理事ですとか関係者の方はもう自然発生的にというのもなんですけれども是非やろうこれは日本にとってすごい重要だ。あの 一緒にやるよって言ってくださって集まっている仲間が作り上げて出発をする一般社団法人人事資格認定機構でございますぜひ皆さんもです、ねあのまあ、キックオフの時から、えー、携わっていただいて一緒に盛り上げていただければと思います HRUI 設立記念ライブイベントを始めますまずはじめに2月担当講師ロシェル・カップさんよろしくお願いいたします このような本英語の品格それから外国人部下と仕事をするためのビジネス英語などさまざまな著書を書かれることで有名でございますそれではロシェルカプさんどうぞよろしくお願いいたしますあありがとうございますま今日は皆さんのためにあのこのコメントをすることができてとても嬉しく思っております まあ皆さんご存知のように、日本の企業はグローバルにあの事業を展開して、たくさん海外でエミネームを行ったり、その結果として、より多くの企業にとって、海外で働いている従業員があの全従業員のかなりの割合を占めるようになってきています。ですから、日本の企業にとって、グローバル人事はますます大きな課題になっていると言えます。 ながら日本国内にもより多くの外国人の採用あのしている動きも見られますので日本国内でも人事に関して全然違った考えを持っている方が働いているという状況が増えていると思います。それにあの日本に外資系企業はどんどん進出してあの事業を日本で拡大していますのであのかなり違った人事の 考えに基づいている方法を日本に持ってきているということがあって、まあ、こういったようなことの関係で、日本の人事の仕方と海外の人事の仕方の間の違いをいろいろますます注目されるのではないかと思います。まあ、そういったようなあの背景で、アメリカでどのように人事が行われているか、人事の基本的な 哲学というかあの、基本的な考え方はどういうものなのかをよりあの深く知ることは多くの日本のビジネスパーソンにとって非常に重要なものになっていると思います。まあ、そういったグローバル関係で、まあ、日本の人事のやり方を外国人に説明するときには外国人が持っているアイデアとどのように違っているかを知ることは必要ですし、それにあの日本の企業が海外で あの原始で人事を行うときには、アメリカのやり方はどうなのかを知るととても参考になりますし、もちろんアメリカだったらアメリカの法律と習慣に従う必要があります。他の国だったらアメリカの影響を受けているところも多いのでそ、そういった場所にも参考になると言えますま。それにあの私の最近感じているのは、日本国内にも人事のやり方が変わりつつある。 それにこれからはいろいろ変わってくるのではないかと思います。終、ま、身、あ、雇用は破壊しつつあるということを言われていますし、多くの企業があのジャンプ型人事に移ろうとしている動きです。でもそういったような違った人事の方法を行うためには、アメリカでどのようにあの人事の観光があるのかを。 参考にすると、日本の国内の人事のやり方にとっていろんなヒントを得られるのではないかと思います。まあ、その,さんあの立場からしても、シャームが提供しているコンテンツがとても参考になるものだと思います。ですからあの、今回はシャームの内容を日本で提供してあの、それを日本で学びられる機会があるのが、あの本当に。あの 良い動きだと思いますし、私は関わることができて非常に光栄に思っております。そして参加する方にとってはあの、これはシャームが広く認められている資格ですので、シャームのこういった勉強したということを言えるのは、もちろんカリール形成にも役立ちますし、一緒に働いている外国人に対して自分がどういう専門なのか、どういう知識を持っているのかをしますには、 とても有効だと思いますので、あのあ要するに意味のあるあの資格になりますので、まあ、もちろんその学びがありますし、学びをしたということを示すためにも有効ですので、とてもためになるあのものだと思います。そしてこれからあのこの,あの講座を通じて人事はどういうものなのか、人事では何が大切なのか。 そしてあの、どうやってグローバルな舞台で日本の企業が人事ができるのか、そして外資系企業は日本でどのようにあの人事ができるのか、そういったいろんなテーマに関して皆さんと話すこと、とても楽しみにしております。ぜひ、よろしくお願いいたします。これからさらに重要となる人事について少しお話をしたいと思います。コロナ禍になる前、この数年前からですね、 えー、変革がどん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 起きていて人事がこの変革を引っ張っていくというふうにグローバルでは行われてきています。で日本も、ね、このコロナ禍でさらに DX デジタルトランスフォーメーションも進みグローバル化デジタル化というのがどんどん進む中で人事も変革にしないといけないし逆に人事が変革の先端となっていくということが重要になってくるということを今日少しお話したいと思います。皆さんの会社どううでしょう コロナ禍においてどういう影響があったでしょうかビジネスの影響、当然働く方の影響。いろんな変革の中で人事はどういう支援をしているんでしょうか変革のとこ,こそ人事が引っ張るというところが基本になっております。皆さん方の人事のミッションとはどういうものがあるでしょうか私は前職、アメリカ系企業で4社ほど働いていましたけれども、 最初の1社2社ってすごく影響を受けまして実際問題あんまり人事が全面出なくてもみんなが、ま、ずマネージャーも含めてマネージャーを筆頭に人事をやってたんですねだから時期がくればちゃんと査定する時期にかかわらず常にメンバーを育てるということが全マネージャーの使命として動いていると非常に元気で成長する企業にいました 人事がなくても動くってどういうことなのかというところなんですけども、結局、まあ、私の2社目、ね、P&G という会社では、ね、人事の使命というのがありまして、People at Peak と、す、ま、べ、あ、ての社員が常に最高峰にいると。当然皆さんその経験も知識も違うんで、出せるキャパは限っ それぞれですけれども、すべての人が自分の最高のキャッパを出せる、それを出せるような仕組み、文化、能力を作るのはやっぱり人事の一番重要な役割です。だから、皆さん方の会社のスコアカード、当然収益、利益というものがあるでしょうけれども、人事のスコアカードとしましては、そこには人1人が、まあ、従業員1人でいくら稼いでいるのか、もしくはいくら。 利益を出していいるののかととう生産性のところ当然それは人事のスコアカードですけどもう一つですね企業の文化それから社員の能力というものも人事の KPI の一つですだから自分たちの会社の社員の能力が業界基準と比べて今どこにいるのか自分たちの会社の出したい価値観が社員全体を当然リーダーを筆頭に どれぐらい出しているのか、そういう企業文化を図るということも重要ですね。じゃあ先ほど申しましたように、人事がしっかり社員全員の能力、それから企業文化を構築することを支援していれば、人事が無理やりうんぬんということがなくて、きちっと元気で健康な社員が生産的に働いて、成果を伸ばして業績を伸ばす。 また業界のリーダーシップを張るということが可能になると思います。まあ、1996年に、ね、デイビッド・アル・リッチという、ね、ミシガン大の教授が、ね、HR チャンピオンという本を書きました。これは一つのセンセーションを残したんですけども、人事のすべてのメンバーというものは、4つの主軸で考えないといけない。ね、まず、会社の、ね、戦略を人事組織戦略に残す戦略的パートナー。 それから、えー、戦略的なパートナーとなるべく一つのもう一つの、えー、主軸は、えー、チェンジエージェント、まあ。今回のコロナ禍のように企業変革、ビジネス変革するときには絶対に文化変革が必要になります。その文化変革、企業の文化を変えるということを支援するチェンジエージェント、ね。それから社員を常に擁護している HR ジャムって、えー、エンプロイーチャンピオン。 で最後に、えー、業務のインフラ、まあ、ポリシー、プロセス、プロシージャーをきちっと効率化するということの4つの指示区をメンバー全員が、HR メンバー全員が持っているかと、ね。皆さん方の会社はどうでしょう。戦略的パートナーとどれぐらいなっているのか、それからチェンジエージェントとしてどれぐらい機能しているか、どれぐらい重要なことを理解して支援しているか、そしてプロセスは効率、効果的か。 この4つの軸ですけれども、96年段階で HR のメンバーに調査した結果、ですね85%の HR の業務は、一番最後、4個目ですね、プロセスとかポリシーとか、そういうところ、制度とか、ですねそこに視点が当たってましたよと。で、そこで皆さんが、まあ、特に欧米を中心に、これからより選択的にならないといけない。 より変革を推進しないといけない。より社員のことを理解するということが必要だよねとで。今回のですね、r m e s s e n t というプログラムは、ツールとか仕組みとか制度、それからルール以前にどうやったら会社のビジネスパートナーとして戦略を推進できるような社員を作る、企業文化を作るかということを学べるような プログラムになっております。で、ツールとか仕組みってすぐ学びますけども、こういう戦略的にいかに動くか、その時のマインドは、その時の能力はっていうのは、早くから身につけた方が非常に、えー、皆さん方にとってラッキーだと思います。ぜひとも、このシャーメッセンジャーズ、ここからですね、戦略的に人事を動かして、戦略的な会社の変革を推進していくと。 皆さん方にぜひともこれを取り組んでいただきまして、より強い会社づくりの,右腕,の右腕となる人事、会社の変革を推進する人事となっていただきたいと思います。皆さん方のこれからのさらなる発展、皆さん方の会社の発展というものを期待しております。しまして、シャームエッセンシャルズ。 のプログラム概要それからあのプログラムのエッセンスを皆様にお届けしたいと思いますはいえこちらがですねプログラムの概要になるんですけれどもえ日本語で学べる世界基準の人事の基礎それから世界で最も権威のあるシャームからクレデンシャル資格の付与 a、えー、内容的には六つのモジュールで 人事の仕事のの仕定義ととと実践が学べるということになっておりますそのプログラムのモジュールはですね1人人事とは、えー、人事の仕事とその,その仕事の定義です2、えー、人材獲得、えー、3報奨制度4社員教育と育成5パフォーマンスマネジメント6雇用にかかる法律こちらの方はもともとの 教科書が米国法でございますので米国法を中心にですね、えー、講師の方から、えー、それに係る日本語あ日本のですね法律の概要についても、えー、ご説明することになっております、えー、このプログラムの3つの特徴をですねもう一度申し上げますと、えー、人事の仕事の定義が学べるそしてその人事の仕事の具体的な運用法手法が学べるそして 短期間でで集中的に学べるというところでございますプログラム自体は丸2日間オリジナルのプログラム丸2日間ですねかけまして皆さんと講師で講義をしていただきましてその後資格にかかるテストを受けていただいて資格付与という形になっておりますまた皆さんのご便宜を、ね、図りまして丸2日ではなくて毎週 3時間ずつというような分散コースもご用意はしておりますが基本的には丸2日ですべてこういったことが学んでマスターできるということになっています。え、ちょっと内容ですねエッセンスをお届けしますとモジュール1の人事とはというところに関しましてはモジュールの学習目的として人事機能の定義人事プロフェッショナルの役割と責任そして経営戦略と人事計画との融合ということを ままず定義義としして講義いたしますでこちらが人事プロフェッショナルの役割と責任なんですけれども、人事の仕事には3つのキーロールがある、1つはストラテジー的なロール、2つ目はオペレーション的、またはタクティカルな役割、そして3つ目はアドミ的、またはトランザクショナルな役割がありますということをです、ね、きちんと定義をして、その内容をご説明いたします。 でこちらの方がダイアグラムになるんですけれども、えー、この3つですね、ストラテジー的、オペレーション的、アドミ的、どれが大切ということではなくて、3つきちんと機能していて、初めて、えー、きちんとした人事機能が、えー、果たせるということでございますので、それぞれの役割を人事に携わる方たち全員が、えー、きちんと理解しているということは、非常に大切なことでございます。 はい、そしてここがですね、日本では全く行われていないと思われる部分でございます。えー、経営戦略、えー、経営戦略と人事計画ということで、えー、ご覧いただけますと、経営戦略というものは、もちろん経理財務、えー、そして IT の戦略、非常に今は大事ですね、えー、それから営業、マーケティング、売る方ですね、そしてそれを運営していくオペレーションといったものは、もうすでに日本企業でもかなり力を入れられて、それぞれの、えー 部門のオフィサーの方がきちんと経営の、えーまあ、中にいて、シースートと言われる、まあ、あのオフィサーと言われる方たちがいると思うんですが、えー、人事はどうでしょうか、人事計画って経営戦略に入ってないんじゃないでしょうか、そして、えー、きちんと人事の専門家であるチーフヒューマンリソースオフィサーが経営の場にはいないんじゃないでしょうか。えー、これを、えー やっていかなければならない。どうして大事なのかえ、そういったことがきちんと学べますえ、やはりこれこれからですね。あの、日本の中でも chro がきちんと役割が定められて、経営の席に常に参画する。そして人事戦略をリードしていくという時代がもう入っています。日本も早くこれをあの実行してい,いかなければならないと思っています。こういったことが学べます。 モジュール2の方に入りますと、人材獲得についてはどんなことを学ぶのかといいますと、さまざまな採用手法の理解と選択、それから選考プロセスと面接手法の理解、候補者の分析と評価手法、それから選考プロセスにおける面接官のバイアスの理解とバイアスの排除、 ということでかなりタクティカルにですねあのどういった手法を取っていっていかにいい人材を獲得していくかということが、えー、一つ一つステップバイステップで学べるようになっていますでここですね私ちょっとこれは感動したんですけれども、えー、人事には哲学が必要だっていうふうに私は、えー、ずっと言ってるんですが実はどこからその考えは来たかというとこのシャーメンエッセンシャルスを実際に私も、えー、学んで資格を取って、えー そうだ人事哲学って企業にとって必要なんだっていうのはこのプログラムから学んだ部門でもあります。ここはすごく私の好きな、えー、セクションなので受講される方もぜひ楽しみにしてください。ということで次に行きたいと思います。で、えー、とこれは本当に手法ですね。こういった手法を取りましょうといったものを本当に。あの きちんと構造を立てて、ですねあのもう本当に職場に明日帰っていただけたら、経営者の方に、えー、あなたの CEO にです、ね、えー、社長、こういうことをうちでもやっていかなければなりません、えー、やりましょうということが言えるぐらいのものが学べます,次お願いします。で、これからの人事、今言った哲学、それから戦略、数字。 これは私がずっとずっと、それこそですね昭恵さんがまだ総理夫人だった時に、えー、首相皇帝にお招きいただきまして、えー、お話をするときにもこれを言っています。えー、そしていつ,もいつもいろんなですねあの会議に呼んでいただいてプレゼンをするときにも言っています。えー、これからの人事、えー、哲学、戦略、数字、これ大事ですよというのを言っています。ちちょっとかっこよくないでですかこれも全部私の中で腑に落ちて え皆さんに言えるようになったのはこのシャームエッセンシャルズプログラムを勉強して学んだ結果でございます。えー、皆さんこれを言える人事になりましょう、えー。これは本当にこれからの人事、日本企業、それから、えー、経営をしていく上でも非常に大事なことだと思います。どういうういいいいいい企業ががいいののののかかっててことについての概念が身につつ概念身くのか、えー、あるいはその もっと前段階でいろんな人をこう選びますけど、えっと、人を見抜く力が養われるんですか例えば、この人はどういうタイプで、えー、どういう仕事が向いているとか、なんかジョブ人事とかいう言葉も出てきましたけれども、ロッシェルさんの,あのご説明の中で。ああいう終身雇用じゃなくて、むしろその、えー、もうちょっとその、えー、先ほどの,その理想とする企業の在り方にフィットするような。あのー 監視が養われるそういううい感じなんでしょうか各企業企業で理想とする姿って違うと思うんですよね。で、人事はその理想とする姿をきっちり見極めているかどうか、で、それを能力と企業文化に落とす形で、自分たちの人事制度の中に取り入れができているかどうか。で、シャーメエッセンシャルズはその部分が違うと思うんですね。仕組みあるあるるききプロセスあるじゃなくて 何をなぜ目指すべきなのかということが理解できた上でそれを制度に落としていくというところが一番違うと思います。あの単にツールとか制度を持ってくるのはあのそれほど難しいことじゃないその前のなぜそれが重要なのかそれを具体的にどのようにやるのかということをきっちり人事目線でやるかどうかというのが一番です。やっぱりき人事がしっかりしてると企業文化が非常に強いんですね。で 先ほどの採用話なんですけども経験知識能力必要ですけども価値観が合うか合わないかっていうのはちゃんと見切る見切るためにはどういうふうなインタビューをしないといけないのかどういうセレクションプロセスが重要になってくるかっていうのも当然このシャアンレッセンシャルのプログラムで分かます当然採用した後その方がどういうふうに成長すれば常にエンゲージメントを持ったまま 自分の能力を最大限に生かすかということを図れるような育成プログラム、もしくは育成の仕組みというものはどうあるべきなのかということも分かります。で基本はやっぱりあの、まあ、全ての変革はリーダーから始まるとありますようにリーダー、経営陣から含めてマネージャーがそれを体現できないといけないと。あの先ほど申しました私、前職2社目の TG という会社では全てのマネージャーは人事権を持っているからしっかり自分の 部下を採用する育成するで給与も決めるということを各メンバー各マネージャーがやれるような状況ができていましたでこのシャームエッセンシャルをず部学べばそこの辺も理解できると思いますあのこちらのシャームエッセンシャルズプログラムは本当に会社のサイズを問わず、えー、人事に今携わっているか携わっていないか もう問わず広くい、えー、いろんんな方に学んでいただけます、えー、経営者の方にも非常にあの有効なプログラムと思っておりますし、あのー、これから人事の,しかあの仕事を目指す方、えーまあ、本当に学生の方にも広めていきたいんですけれども本当に人事とは何かということを基礎から学べますのでやはりあの人材の、まあえー、獲得育成、えー、人材戦略というのは これからの企業、ますます,です、ね、一番大事になっていきますので、皆さんが携わる、それこそ営業マネージャーであっても、この基礎を知っている、知っていないでは、あのうまくそういったものをです、ね、自分の,あの、まあ、採用から育成、えー、それから報奨もそうですね、あのきちんとした報奨制度を執、えー、り行うことによって、そういった方たちが長く組織にあの定着する、そして育っていく。 えー、そして次の世代の経営,人を経営層を担うということにもつながっていくと思いますので、本当にあの、まあ、実際ですね、えーと、シャームのこのエッセンシャルプログラムは世界165カ国で5万人、これからちょっとアレックスさんのビデオでその説明が入りますが、5万人の受講者がおりまして、私が受講したときにはラスベガスで受けたんですけれども、あのお隣の席には、えー、プエルトリコから来た まああの50代の方で、まあ、あの自営業の方あのでしたし、えー、左隣の方には、えー、と日本企業が買収した、えー、非常にちょっとこう田,舎田舎って言ったらあれなんですかアメリカの田舎にあるようなローカル企業の、えー、方がいや私はずっとその企業でアドミのセクレタリーだったんですが今回会社に人事の方に移動しなさいという。あの 嬉しいプロモーションがあってそれに伴ってこのプログラムにまず行ってきなさいということで来させてもらってますというようなお話もあってお部屋の中にもアメリカ人でもですねいろんな方もいらっしゃりいろんな国の方もいらっしゃりそれこそ結構大手の CFO の方も来ておられまして、えー、そういった中で、まあ、学んでいただけるという。 あのまあ、実績もございますので、日本でもぜひぜひ、ですね経営者経営層の方から、これからキャリアを積んでいく方、もうすでにピープルマネージャーになっていらっしゃる人事には携わっていないけれども、管理職だという方にも、本当にあのいいプログラムだと思っております働き方改革、女性活躍などの積極的な活動をされてきました、安部明理事にご挨拶をいただきますどうぞよろししくお願いいたします。 この度人事比較認定機構の理事に入らせていただきました。今日は皆さんお集まりいただきまたたくさんの方にオンラインでもご覧いただきましてありがとうございます。花園理事長にに最初に、まあ、私ががまだ主人が 総理の時に公邸にお越しいただいて、えー、人事がいかに大切かというお話を、えー、いただきました。その時はまだ、えー、シャームのプログラムを日本で取り入れるということはなかなか難しいのではないかという話だったんですけれども、その後、まあ、本当にこの花園文さんという方は、えー、こうあめることなく、えー、こう粘り強く、えー、この活動を続けられて、えー、今日。 まあこうして、えー、この設立のイベントが開催できること、えー、私も、まあ、理事の一人に加えていただいて大変嬉しく思っています。えー、ここ数年、まあ、SNS が発達したというようなこともあって、まあ、人の価値観がもうどんどん変わっていっています特に今年はまあコロナもあって、えー、これからどんな社会になっていくのだろうかと多くの人が不安も抱える中で、えー まあ新しい価値観の中でえ楽しみに思っている人たちも私はいるのではないかなというふうに思っています。えー、私はあの結婚する前にえ少しだけ企業に勤めていましたけれども、その時はまあ人事というのは割と地味な部署というイメージでした。しかし、今のお話もいろいろあるように、これからはまあ人事が本当に企業の中ではえ大事な部署になっていくのではないかなというふうに思っています。で今まではまあ企業に、えー 合わせた人材を選んでいくという時代だったのではないかと思いますけれどもこれからは個性的な人たちがその個性をいかに企業の中で生かしていくかということが重要になっていくのではないか。 まそんな気がしています、えー、私の周りで、まあ、若い非常に優秀な人たちが一流企業に勤めながらも自分の能力がその中で発揮できずに辞めていくというケースを見ていくと、まあ、それは彼ら彼女たちの選択であり、えー、人生なので、えー、それをどうこう言うつもりは全然 なく成功してほしいなというふうに思いますけれどもその優秀な人たちを手放してしまわなくてはいけない企業というのもちょっともったいないなという気もしていますその非常に個性的な有能な人たちをど,どのようにその企業の中で生かしていくかというのがその企業にとってこれからとても大事,大事になっていくのではないかなというふうにも思いますし企業がこれから えー、生き残っていくためにも、まあ、そうした人材をどう生かしていくかというのは、まあ、人事の力にもかかっていくのではないかなというふうに思っています。えー、私はあのー 全くその人事はあのよく知らない中で、まあ、理事という,、えー、こう大役に就かせていただいてこれから私自身もです、ねえー、この人事をしっかりと、あのー、学ばせていただきたい私も小さい小さい会社をやっておりますので、まあ、その中で、まあ、人を教育していくということは本当に、えー、大変だということを身に染みておりますので、えー、皆さんとともにこれから学んでいかれたらいいなというふうに思います、えー、どうぞよろししくお願いいたします。 Hello, and thank you all for the opportunity to speak here today. My name is Alex Alonzo, and I'm the Society for Human Resource Management Chief Knowledge Officer. It's my pleasure to talk to you here today a little bit about a new partnership that we have with your association and your organization, and frankly, one that excites me uh, in large part because we as a global organization are striving to elevate the practice of human resource management. And there is no more elevated society when it comes to this than SHRM and its partner in doing what we can do to elevate the essentials of human resource management. Within SHRM, I lead research as well as credentialing. And in my role, it's been my distinct pleasure to study the HR profession for the last 12 to 15 years. In my time, I've noticed that one of the things that many chief human resource officers and chief people officers lament. Uh, is really the importance of establishing a, a, a baseline level of proficiency for their workforce. And specifically, one of the things that they look for is the core tenets of true competency. And so, when I speak to you here today, I am incredibly excited to speak a little bit about a relationship that we are forging around the launch of Essentials of HR, a, a learning program. That is uh, first time ever translated into multiple languages, including Japanese. And our efforts here are really designed to help elevate and professionalize that proficiency amongst HR professionals globally. One of the things that we benefit from is our partnership with Fumie and her, and her organization, in large part to ensure that we are bringing the best in class programming. For HR professionals just entering the profession and really trying to establish their core essentials. And so, as you look at this program and explore this particular opportunity, I ask you all to consider what does your team look like? What is it that your team brings in terms of competencies? And as you think about whether or not they have the core business competencies to be a business leader or the interpersonal skills to be a true relationship builder and manager, or the core technical proficiencies needed to be truly successful. Ask yourselves do they meet those criteria and are they capable of developing even further? If the answer is yes to any of those questions, and if the answer is that, they, that you want to invest in this team, I ask you to consider the importance of establishing HR professionals with a core element of essentials that are based upon the SHRM body of competency and knowledge the world's first truly global recognized standard with information based upon the, the insights of more than 50,000 hr professionals globally from over 165 nations in addition i'd ask you to consider what it is that makes your job as a chief people officer or a chief human resource officer most effective and what is it that makes you most effective and candidly Whenever I speak to chief people officers around the globe, whether it be in the UK, whether it be in Asia, whether it be in Singapore or the Middle East, one of the things that stands out is having a team and a skill set that is truly aware of this, the core competencies needed to be a core HR business partner and an HR business leader. And when I say that, I say that in large part because many still think that as they tackle the biggest challenges of the day whether it be covid whether it be things that have to do with uh, diversity equity and inclusion or more, impor more importantly at times finding the right talent to keep your organization successful and sustainable every single individual speaks to the value of having a well-rounded team Grounded in the essentials of human resource management. And so, with that, I'd ask you to consider and continue exploring the importance of essentials of HR and take a look at this important program. Thank you all. I'm happy to be here today and I look forward to further partnership and collaboration. うんシャームが日本に進出するというのは、シャームの歴史は、たぶん参加者の方もお調べになって、シャームがいかに古い組織か、大きな組織かというのをご存知だと思うんですが、シャームは72年の歴史があります。で、中国には、えー、直接運営の子会社がございました。えー、残念ながら、中国のです、ね、NGO 規,規制法が、えー、施行された2018年にあの閉じることになったんですが、先に中国に進出しておりました。 そしてインドにはまだ直接の子会社がございます。そしてアラブ首長国連邦にも直接子会社がありまして、そういったことでアジア戦略、中東戦略を進めております。えー、イギリスの方には CIPD という100年の歴史のある同等のです、ね、人事プロフェッショナルの組織がありまして、そちらの方がヨーロッパを中心に人事の世界をまあ二分している巨頭でございます。シャームの CEO はトランプ大統領在任中は、 ワークプレイスアドバイザリーボードというものをリードする委員長をされておりまして、イバンカさんが議長になって、一緒にです、ね、あのホワイトハウスでティム・クックさんですとかを招いて、全米のそういった人材のことに関しての検討するという会をリードされていたような方でございます。そして全米をそのイバンカさんと一緒に回られて、啓蒙活動をしていらっしゃいました。 まあそういった方にですね私が個人で直談判していたわけですので、えー、道のりは非常に険しく、えー、見込みはまあ普通考えたらほとんどなかったわけでありますシャームにも言われました、えー、まず一つ日本は私どものロードマップに乗っておりません戦略外です <laughs> びっくりしましたえ日本戦略外なんですかっていうのもありました二つ目 シャームの教材72年間の歴史で英語以外にしたことありません。そして3つ目これはあの本丸の CO じゃなくちょっとアジア管轄の方に言われたんですがシャームは日本に行くことがもしあるとしても その国の最も大きな組織としか提携したいから通常はと言われてもう私スリーダウンですよね日本戦略外日本語でプログラム提供しましょうってずっとずっと働きかけている私ももう限りなく個人あの事業主ですのでこの3つの障壁をですね乗り越えてシャームが日本に来てくれるそして初めて多言語化するというのを日本語を選んでいただいたというのはやはり あの少なからず私が働きかけて日本のポテンシャルを日本で必要とされている、えー、それからまあ,あの、まあ、本当に秋江さんに協力していただいたりして日本の、まあ、そういったところであの広く影響力をですねあの持っていけるように活動していますよということを鑑みていただいて、えー、今回ですね提携していただいたというのがありますので、えー、ぜひぜひ皆さん本当にあのこの日本としてですね 何と、えー、言いますか、まあ日本のプレゼンスを上げるためにはやっぱりこれもすごく重要な一つのキー、あのムーブメントです。ぜひぜひあの初期の段階か段階からですね、参画いただいてあの一緒にですね、あの日本を盛り上げていきたい行き行きましょう。ぜひよろしくお願いいたします。えー、それでは以上をもちまして人事資格認定機構の設立イベントは終了いたします。